そつなく上手くないとダメなの、1対1って。ジョーラでムッキムキで結構俺は強いと。どうもこんにちは、戸田明です。今日は何でしょう。今日はちょっとバスケファンとして妄想なんですけど、はい、Bリーガーで1対1トーナメントとかしたら誰が一番強いかなっていう。それはもう俺でしょそこはもう自信持って1対1は。いやまあでも例えばそれも難しいのが、じゃあ1対1のルールにもよるじゃん。はいはいはい、例えば3ポイント2点として2ポイント1点として2点1点でやるのか、そのまま B リーグのルールとして3点2点でやるのか、はい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 、例えば2点1点だと3ポイント1本決められたら、俺が得意なドライブだったら2本決めなきゃいけないんだよ、はい、でもさ3点と2点だったら3ポイント1本に対して2点2本で、はいはい、上には立てるのよ。はいはいはい、わかる。その点数の組み立てにもよるから、はいはいはい、バスケットって3点2点だし 3×3 は2点1点だから、はい、一概にこう1対1はじゃあ何点マッチにしますかっていう、その大会ルールを決めなきゃいけないんだけど、まあ単純に1対1強そうでいくなら、まあ宇都宮の比江島選手とか、あとはまあそのみんなが思う多分富樫選手とかももちろんオフェンスは強いけど、例えばじゃんけん負けて仮にね、はい、富樫選手が、はい、じゃあディフェンス側でじゃあルールはオフェンスは決めたらもう1回っていう、まあオフェンス継続のルールってよく1対1ではあるんだけど、はいはいはい、そういうルールだとしたらずっとこうなんていうのかな、ポストアップされて最強のオフェンスを出す前に負ける可能性もあるし、はい、逆もしっかりですよね。そう、逆もしっかりよね。だから難しいんだけど、まあもちろん富樫選手も多分オフェンスとかも強いだろうね。斉藤匠の1対1とかも見たいし、けど彼らがやっぱタイズっていうハンデもあるから、俺がねインサイドで攻めたとしたら勝てるチャンスあると思うんだよね、そもそも。で、まあ、比江島選手はやっぱりサイズも同じぐらいで外も中もあって、はい、まあディフェンスもできるから、まあ、かなり強いんじゃないかなって、まあ、単純に考えたら思いますけどね。まあ、あと誰かな、やっぱシューターと言われる人たちは、うわどうだろうね、厳しいんじゃないですか。そうですよね、まあ、本当にシュートが入ればいいですけど、そのシューターと呼ばれる人たちって分かんない、スクリーン普段もらってるし、全部が全部1対1でスリーポイント打つ選手じゃないと思うんで、はいはい、難しいんじゃないですか。そうですよね。ああパッと見信州の前田くんかな、前田くんなのかな、濁点のあれが分かんないけど、レオくん、レオ選手って言えばいいかは強そう。なんか1回1対1のトーナメント出てたもん、ね、あ、出てたのかな、はい、なんかの YouTube のコンテンツかなみたいなやつ出てた気がします、まあ、なんか強そう、まあ、真面目に普通にやって、わかんないけどやってみたら。あとはどうだろうね、1対1で強そうなのは、だからさ、1対1って面白くてさ、はい、あのオフェンスだけ上手くてもダメだし、シュートだけ上手くてもダメだし、バスケ全般そつなく上手くないとダメなの、1対1って。そう、あ、そうっすね。で逆にさ、俺とかも3ポイント何秒使ってもいいのよ、3ポイント打つのに、1対1だから、はい、だからもうじっくり狙ってよかったら3ポイントも入るじゃん、もちろん、はい、分かる俺がね。しかもまあ身長差が出れば出るほど、そうそうそう、でそれに対して詰めてきたらドライブ行けばいいし、じゃあそのドライブ行く途中にサイズが小さいんだったらポストアップに切り替えてインサイドでこうポッて取ればいいっていう、はいはい、そつなく全体的に1対1できるやつが強いと思うんだよね、1対1って。なるほど。だからやっぱ比江島選手じゃない。そうですね、結果一番強いであろう選手。確かに。でも分かんない、でも例えばシューター陣がじゃあ11点マッチで4本連チャン3決めちゃったらもう勝っちゃうからね。ありえますよね、まあ、全然ありえるからね、1対1だからね。そうですね、その3だけ止めるのもむずいからね。でしかもオフェンス継続だったら両方ともやられたくないから、捨てるとしたら3だし。そうですよ、ね、分かる、ルール上ね、はい、ヘルプもいなくて、じゃあオフェンス継続でレイアップ行かれたらほぼ継続されるわけだから、そう考えたらレイアップはまず止めたいじゃん。でも3ポイントも止めたいけど、確率的にはレイアップを止めなきゃいけないから、はい、ってなると3ポイント打ちたい人たちはもしかしたらラッキーかもしれないし、かといってリスクもあるじゃん、外してとか、はい、だからもう一概には言えない、ルールにもよるかもしれないけど、まあ、単純に1対1強いだろうなって思うのは比江島選手とかは強いと思う。外国人選手入れてきたら もっとわけわからんこと。いやだから今年俺が所属しているチームは練習で普通に外国籍との1対1とかあって、はい、で始めるポジションも自由、そのみんなが得意な場所から始めて、やったけど、でリバウンドなしでさすがに、はいはいはい、っていうルールでやってたけど、俺結構いけたよ。ええー、
バチバチ。まあまあだからチームメイトだからさ、もちろんそこまで全部が全部フィジカル使って体ゴリ押しみたいなのをやってこなかった、どっちかというとスキルでっていう感じだったけど、それでもまあなんとか やれた部分は多かったから。へー、それまた分からなくなってくる人だけど、そういう選手はやっぱ最終強いの。だから1対1ってなると結構俺は強いと思う。誰か開催してほしいですね。開催してほしい、ぜひ。ぜひぜひ。スポンサーの人はここまで。スポンサーになってくれる人はここまでっつって。面白そう。チームの協力があったらめっちゃ面白いですね。そうそうそう。別にね、ちゃんと。一チーム一人。まあ難しいだろうけどね。代表活動もあるし、そうですね、夏は。まあまあそう。本当に上手い人たち、代表組は出れないと思うし、うん、まあリスクもあるんでね、あれですけど。逆にチームメイト藤高選手とかどうなんですか。だから、あ、強いんじゃないですか、だから。そうですよね、なんかだってフィジカルも強いし、うん、3人制でも活躍してるから。3人制の時の1対1だって結構ガンガン、うん、強い強い。だ結構俺らね、1対1練習後にね、若手とか宇都さん1対1やりましょうとか言ってやってたんだけど、まあ、1位後1回も負けなかったね。もう1回も負けないですか。なんかね、俺らのルールは2点1点で7点を3箇所。おー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 、トップと両サイド、はいはいはい、でオフェンス継続で一応まあそういう風にやってたんだけど、でサドンです。7点以上はもう全部サドンです。2点でも1点で、はいはいはい、だから例えば先に 7-0 になった場合はこっからもう1回次のディフェンス側がオフェンスできて7点連続取って8点いってもこっからサドンですだから、はいはいはい、もう別にない。7点までは同じ点数みたいなやってたけど、負けてないんじゃないかな。意外と1対1で起きますもんね。普段は負けてないけどもみたいな。あるあるある、全然ある。シュート入っちゃったりとか、舐めてると負けちゃったりとかあるけど、ほぼ負けなかった。おお、それはちょっと楽しみですね。まあまあまあ、でもね、どうだろうね、まあ、一応まだまだできますから僕も。まあそうですね、はい、いやめちゃめちゃ面白そうですね、一対一と。どんな人が出てくるんやろうなっていう。どうなんだろうね、出てきそうな人予測できます。逆にB リーガーでしょ。はい、まあ、出てくれそうな人はね、どうなんだろうね、いないんじゃない。さすがにですか。どうなんだろう、あんまいなさそう。名誉っていうあれにもならないですもんね。そうね、そこまでの名誉にもならないし、賞金バカ高かったら来るかなぐらいじゃない。そうですね、マジ年俸ぐらいの賞金出たら。賞金どうだろう、どれぐらいで行くかな。100万とかだったら来るんじゃない。100万やったら、いや安く見すぎか、Bリーガー。違うかな、500万ぐらいじゃないと来ないかな。そうですよね、100万ってなんか高いっすけど。高いっすけど、Bリーガーの人たちは俺だったら出るけどね、みんなは分かんない。そうっすね、うん、難しいね。特にあるんかな、 NBA とかそれ海外で何かあるんすかね。いや、ないんじゃない。あ、なんか海外の NBA の選手って結構トーナメント系は出れるんだよね、多分サマーが。なんか、ああ、ありますね。即席でチーム作って出るみたいなやつあるでしょ、はいはいはい、あれで賞金とかもゲットしたりとかするやつあるから、そうなっていくと面白いかもね。あれってしかも結構選手たちノリで出てますよね。そうそう、でもあれの成り立つのが多分その草バスケ系のレベルが高いからなんよね。確かに、多分そもそも。そうですよね、ただ NBA 目指さなかった上手いやつとかが普通にゴロゴロいるから成り立つのよ多分。ある程度 NBA 選手が来てもそれなりには試合になるみたいな。もちろん勝てないかもしれないけど、はい、それなりに試合になってるみたいなのがあるんじゃないかな。なるほど、うん、宇佐さんってアメリカとか行ってそれ見たことあるんですか。全然ない、全然ない。たまに動画載ってるよ。そうですよね、うん、それ見てるぐらい。なんか草バスケリーグみたいな。そうそうそう、に普通に出てたりとか NBA 選手が。カランダンクするやつとかいますか。いるいる、全然。え、誰みたいな。すごいみたいなやつ今いるからね。いますよね。外でもね、えげつないダンクとかえげつないスキル見せるやつおるからね。確かに、ジョーラでムキムキでさ、ね、全然いるから。それの世界観だからこそ成り立つかもしれないけど、はいはい、日本もいずれそうなるなら、まあ面白いんじゃないかなと思います。そうですね、はい、じゃあもう最後に1位。まあ1対1はどうだろうね、結構だから本当にね、テープとかもして真面目にっていう考え方すると1対1においては結構俺は強いと思う。おー、じゃあ自分を信じて自分を1位まで。自分を1位にしようかな、これだけは。もちろん他にも意見いろいろあると思うけど、まあ、でもそこ折れてしまったらあれですもんね、うん、だから今俺らがやってるのは5対5なんだけど、うん、1対1でっていうと強いと思います。なるほど、はい、わかりました、ありがとうございます。俺でしょう。燃えたらやばい。いや、まあまあもういいよ。これはこれも燃えてもいいわ。はい、というわけで今回の動画面白いと思ったら高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。ありがとうございました。